して三河といえばこの岡田優太選手が、まあ、登場ということはさすがに15日に契約してというところで難しいと思いますけれども、沸きまして、あ、岡田ですね。岡田コールの沸いたスカイホール、岡田が今画面の手前左側のここにいます。30番の選手、あ、やらせるんですね、そこで。はい、よし、これを分かって小林と有本が準備してますが、一旦下げました。始まったからタイミングをずらしながら決めていった。岡田の B リーグ初得点、鈴木監督も嬉しそう。そしてこれが岡田です。まあ、自分の持ち味を出そうとしていきました。これはショートとなって対する三河ですが、今日は外から中からシュートが決まり、そしてこの特別指定選手契約をした岡田も投入してきています。この今ボールを持っている選手ですが、バーレルのファールです。まあ、岡田の持ち味が出たようなプレーでした。ちょっとバランスも崩していましたかね。バランスを崩した後に自分でボールをしっかりキープしていたというような岡田のプレーでした。まあ、急に決まった選手で、練習も、まあ、今週1週間まあ、4回の練習をして、まあ、当然競ったら出すつもりはなかったんですけども、やっぱりこう離れたということもあって、でやっぱりこうコートにいる時間をですね、経験させないと、成長はしないと思うし、将来有望な選手なので、まあ、できるだけ試合に出るような努力をこっちの方がしてですね、使いながら育てていきたいし、今日は本当に試合に出れてですね、2点取ったということで本当に良かったと思います。それはすごく嬉しく思っています。はい。